ずん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 だこきよし。はい、西です。演歌界のプリンス氷川きよしさん、40歳を超えた今でも変わらぬ歌声とルックスで演歌界トップクラスの人気を誇っていますが、近年は外見の変化が注目されてきました。まずはその変化を見ていきましょう。デビュー当時からイケメンプリンスとおばさま方々から大人気の氷川きよしさん、ご本人のインスタに投稿された最新の姿がこちらです。すごく女子ですね。しかもセクシー系、唇も髪も衣装もメイクも女子女子女子という感じです。演歌界のプリンスからの進化は素晴らしいです。20代から30代の頃と比べてみるとだいぶ印象が変わった氷川きよしさん、ネットの反応はこちらです。いつから変化があったのか調べてみました。まずは幼少期や学生時代の顔をチェックしてみましょう。体型はちょっとぽっちゃり系ですか。思春期の頃のあだ名はデブキヨシだったとか。目は一重で鼻もそんなに高くない印象があります。続いて高校生時代に行きます。目はすっきりとした一重で鼻はあまり高さがありません。これが氷川きよしさんの原型なのですね。氷川きよしさんの顔画像デビュー当時を見てみましょう。23歳でデビューした氷川きよしさん、すっきりした顔出しと凛々しい男前、平成の美男子感がありますよね。そして演歌界のプリンスとしてブレイク期、以前と比べると髪色も明るくなり顔もだいぶ甘めになりました。キリッとしていた目元がパッチリ二重に、鼻も高さが出たように見られます。2019年おじさんからおばさんかへの変化。40代に入りデビュー20周年を迎えて、2019年にはそのビジュアルに大変革がありました。より自分らしくありのままを表現したいことを公言されました。一般的にはお姉化ですね。ご本人も女性らしさを押しで殺してきた背景があり、これ以上男らしさを前面に押し出すのは限界だったと語っています。いわゆるカミングアウトですね。太い眉も細いアーチ状になり、メイクも女性的に変わりました。デビュー前と比べると醤油顔からソース顔へ、デビュー当時のすっきりから濃い甘い感じに劣化も見られず、この変化は本当に素晴らしい。そして2022年完全にビジュアル系女子へさらなる進化を遂げました。いろいろとパーツも手を加えていると思いますが、素晴らしい出来だと思います。そしてこのタイミングで2022年で活動休止のニュース、氷川きよしさんが結婚するため休養、松村雄基との入籍なの。松村雄基さんは2010年当時のフライデーで氷川きよしさんとの熱愛スクープを報じられました。2014年にも再び2人の熱愛スクープ、松村さんは熱愛を完全に否定していますが、その他にも平井堅さんや相葉雅紀さんとの噂もあったようです。氷川きよしさんは理想のタイプを誠実で礼儀正しく、人の恩や人情、人の心が分かる人と語っています。なんとなく松村さんのことを言っているように感じますね。私個人的には松村さんとご結婚されるのではないかと予想していますが、果たしてどうなるでしょうか。最後に最近の氷川きよしさん、水木有沙さんに似てるような感じがします。いかがでしょうか。最後の紅白出場も楽しみですね。
なんと白組赤組の枠を超えた特別企画での出動だそうです。充電期間を経てまた新しい氷川きよしさんに会える日が楽しみです。以上。